まちゃん、こんにちは。くん、くん、こんにちは。台風クラブ成田コースの1番ホールセカンド地点からまちゃんのアイアンの練習やっていきたいと思います。お願いします。つい先日まちゃんのアイアンが進化したという動画を撮ってですね、さらに良くなる気配が出てきたということで、はい、まあ、今ちょっと別の動画を撮ってまして、新たな感覚を手に入れて、はい、その感覚でアイアンを打ってみたいということで、この成田コースの1番のね、あんまりお客様が来ないところでちょっとアイアンを打っていきたいと思います。はい、まあ、グリーン直接行かないので、この距離でやっていきたいと思うんですが、何番アイアンですか？7番アイアンです。7番アイアンで、はい、ではどういう感覚ですか？まあ、スピンアプローチの流れだと思うんだけど、はい、まあ、ちょっと説明していただいていいですか？普段の僕のイメージから、はい、ご説明するんですけど、こうバックスイングを僕上げてから、はい、あんまこう寝かしたくないんですよね。うん、まあそうだね。寝かしたくないというか寝たくない。寝たくないんだね。ので、うん、僕のイメージはもうここからもうまっすぐ、うん、ちょっと上から、うん、来るイメージで、はい、まあ、ずっと打ってたんですけど、うん、まあそれでもうまく打てる時はもちろんあるんですけど、まあいいからね最近ね。最近はいい感じなんですけど、うん、やっぱちょっと感じが悪いと体が反応して、はい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 、まあ、こうなる動きが強くなって。うん、なんか結構先っぽの方に当たったりとかして全然うまく当たらないっていうことがあるんですけど、うん、でさっきそのスピンアプローチの動画を撮った時に、はい、和穂さんはバックスイング上げてから少しクラブを寝かせてから打つ、そうだね、スピンが入りますっていう動画を撮ったんですけど、うん、アイアンでもこの感覚で、うん、打ってるよと。和穂さんは打ってるってことだったんで、だからカットしてないってことだね。はい、うん、だから球を多分こう捕まえるとかフェースに乗せながらも、うん、こう抑えたりとかフルスイングもしてるっていうことだったんで、だからさっきまっちゃんスピンアプローチの時に、はい、フェースすごい開いてたけどフェースに乗ってまっすぐ飛んだじゃないですか、はい、あの感覚がアイアンでもあるんですよ。で閉じてくる動きがないんですよアイアンに、はい、で開いたまま当ててもまっすぐ行くんで、寝かせて開いて当てて振り抜いてフェースに乗せていけば、はい、球はまっすぐ行くんで、ちょっとやってみましょうか。わかりました。7番アイアン、イメージとしては上げます、うん、寝かせます、うん、振る、そう、もうちょっとヘッドをさ目標方向に、ヘッドだけ目標方向に振りたいね。スピンかけるとき乗せたじゃん。そうそうそう、あ、こういうことですね、うん、そう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 、こういうことですね、うん、こうやりすぎなんですね。そっち左引っ張っちゃダメよ。ダメなんですね。そうダメだから、そこから寝かせて、寝かしたら今度引っ張ってきたらヘッドはそう、そっち抜けてこないと。これが要はまあフェースに乗ってる動きだから、はい、うん、左振っちゃダメ、こういうことですね。そう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 、うん、わかりました。じゃあ目標はグリーンの左のバンカーですね、うん、方向に打っていきたいと思います。ちょっと右に行きました。ちょっと右に行きましたけど、うん、でスイングのイメージとしてはああいう感じですか？そう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 。ちょっとさ、俺簡単にちょっと、まあ俺なんないけどちょっと打ってみるわ。はい、俺はね、はい、いつも上から入れないんですよ。あんまりこう来てバックスイングするじゃないですか。はい、してこっちに入れるんですよね。はい、こっちに入れて、だから寝かすのもそうなんだけど、こっち入れるの、腕を、はい、でこうやって打つの。じゃあどう、ヘッドここに来るでしょ。来ます。だから腕をこっちに入れるんですよ。僕そっちになってなかったですか？まっちゃんはこうしてんだから。あ、だからこう左振っちゃうんですよ。で腕入れればこう出ていくんですね。まあこれ振るとねならないんですけど、イメージが大切なんで、これ6番円です。ほう、そう、腕を入れるの。腕を入れるんですね。こっちに来て、こっちに。で、打つと、腕が入った状態から、こう振るから、こっちにヘッドが抜ける。なるほど。わ、うん、かりました。うん。まあ、さっきのアプローチ。腕入れないといけないんですよ。バックスイングするでしょ。そしたら、腕をそっちに入れるの、そう。そう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 。で、こっちですね。そう。いいじゃん。じゃあ、左に入るんでしょ、ヘッド。もう入りようがないって、入りようがないよね、スペースがないです。俺はドローもそうやって打ってんの、ドライバーのドロー右向いて、うん、腕を入れるのよ。腕を入れて、だから僕の中ではクラブを寝かす動きはね、寝かすっていう表現が違うんだけど、はい、あ、中に入れてるんですよ。
これってまあ、夏にミキさんに教えていただいた、うん、まあ、あの動きになんか似てますね。あ、そうなの。僕の中では ね、まあ、ミキさんはもっと極端 に、 そっちに、ね、こういう感じでしたけど、うん、腕は中っていうことですね。そうだね、俺は腕中なんだよね。まあ、僕は腕が外でこうやってる、うん、腕外はダメなんですよ。ああ、だからこれだと結局こっちに引っ張るしかないから、引っ張っちゃうから腕をこうグッて中入れてからの、僕ね昔からそういう素振り結構したんですよ、インサイドとか入れた時。あ、和子さんいつもこうこうやって振りますもんね。なのにめちゃくちゃカットに振っちゃうっていうそのジレンマ戦ってたんですよ。だからカットに振っちゃうからそう振ってるんだと思ってました。そうね。あ、まあそうなんですね。あ、まあでもそう、だから調子が悪い時なんかは、でもねやっぱり僕がいろいろ試合行けてた時は、はい、やっぱりそのイメージでそのまま振れてたから球捕まってたし、最近はやっぱりできてきたよね、クラブをちゃんと持ててるから。あ、確か持ててないとできないですね。できないよね。そう、持つ感覚なんですよ。さっきのスピン、よし、そう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 、はあ、まあ、それってちょっとドローの動きなんだけど、はい、もうちょっと練習が必要だね。練習必要ですね。クラブ、うん、腕も中入って、クラブ自体も中から入ってるね。そうですね、うん、でも当たり方は、うん、いつもと全然違います、ね、こうでしょ、カメラ外なんだけど、こうの、うん、入れたら立つんですよ、はい、クラブって。分かった今、はい、ここから立ったとこから押すからドローはしないはずです。寝てるんですね。そう、バックスイングして中入れるじゃないですか。中入れたらクラブって立つんですよ。はい、そう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 、じゃあドローしないはず。難しい。まあ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 、うん、でこの動きがさらにできてくれば、うん、もっと、うん、アイディアンショット良くなりますね。良くなるね。まあ、あとはまあ俺伝えるのさ、なかなかそんなうまくいかないから、はい、この感覚を、はい、まっちゃんなりに理解して打つことが大事。要はそうですね、俺はやってることと言ってること結構違ったりするから、はい、今みたいな感じなのをまっちゃんの中で作り上げて、いいショットが出るのはこうですね、和穂さんみたいな感じで来るといいね。まあ、これはだからまたね練習してもらって、また、はい、何日か後ね、テストというか、うん、一回それで打ってみれば、開いたまま。あ、開いたままですか。うん、さっきのスピンをかける感じでですか。うん、ちょっとあれだな。うん、それで右ちょっと行くのね。ちょっと俺に出して。開いてて、あんな感じか。俺はスライスだから、フェーダーだから俺スライスするんだな。こう来て、だからこう手元で最後のここで多分俺はカットに入れてんだね。あ、そうなんですね。まっちゃんはそのまま右にまっすぐだ、そこの差だけか。これはドローとフェードで違うからいいと思う。今みたいな感じで、はい、うんうん、この打ち方ですね。うん、ああ、そうやって思うと重心はちょっと左なのかもしれないですね。フックしてますね。フックしてる、フックしてる、うん、これだったらフックで狙っていけるでしょ。まあそうですね。ね、はい、でもその打ち方だったら俺が右から振ってるのはこんな感じ。それで右向いてフック打ってるって感じ。まあ今の僕は右向いてフック、うん、こう、まあ、右向いてるんで、うん、まあ、捕まってると思うんですけど、そうだ、和光さんはこの感じで打ってるんですね。フックをこうその感じで打ってる。だから上から少し来てフックなんで止まるフック、ね、止まるフックってことだね。そうそうそう、そういうことですね。だからここにさっきの和光さんのでもこの動きが入ってきたらまっすぐになる、まっすぐになるってことだね。まあそれはまあ感覚でしかないかな、指先でアジャストしてるって感じだから。あ、これ来たかもしれないです。ああ、いいね。こういうことですね。ドローでもスピン入ってるもんね。ああ、なるほど。うん、正面から行こうか。ドローでもスピン入った、その球打たないとダメよ。
これでターフが左抜けるんですね。そうそう、ちょっともうちょっと後ろ下がってくれる、ごめんごめん、うん、そう、それターフが左抜けるけどボールは右に出てダウンブローなのよ。あー、なるほど。何をだから横で見てきたんだよ君は。君はワッホさん全然僕の前で見せてくんないんで。こうやって右向いて振りゃいいんだよっつってな。ちょっとこれは、うん、良くなかったですけど、うん、でも感覚としてはこうっすね。そう、それでもうちょっと上からバンって入れたらフックすんだよね。今ちょっと下から、ちょっと下から来たよね。来ましたね、うん、腕を中に入れてダウンブローしてきたら、そうですね、ドローしてダウンブローなのちょっと今なんかダウンブローっていう言葉が多すぎてダウンブローしか頭に入ってこない。俺もなんかダウンブローしか言ってない。ダウンブローでダウンブローなんだよ。もう何言ってか分かんないの。あーでも分かりました、少し。分かってない。分かってないよ全然。いやでもこれは課題として、そうですね、まあだから、まあ、俺が言えるのはもうここまでじゃん、はい、もうあとはさ、もう自分で感覚掴んでもらうしかないから、これをまっちゃんなりに練習して、またね、あの何週間か1ヶ月後か分かんないけど、まあ今度宮崎合宿も行くから、はい、まあ、その中で、まあ、練習をして、まあ、打てるようになってほしいなと思います。まあ、今日はとりあえずヒントっていうか、まあ、ここまでやって、そうですね、うん、あとはもう練習しかないから、この感覚を身につけて頑張りましょう。わかりました、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待ち、俺に、いやー、でも分かった、うん、ラスト2球ぐらい前のいい球出たのは、うん、今まで打ってきたドローの中で、まっちゃんのドローはねこうだったから、そうだったんですよ。でもこうなんですよ、その当たり方、その今みたいな感じでヘッドが入ってきて、うん、あ、ドローするんだっていう、はい、俺ねこれね2年ぐらい前に、はい、このドローをね、俺、まあ、ツアー出てる子で、まあ、僕より年下で、まあ、有名な子がいるんだけど、はい、まあ、フェードヒッターなんですよ、はい、でフェードヒッターの子がドローを打ってたのね練習で、はい、でその子の練習見てて、その子はまあ結構こうフェードでパーンってこういう感じなのよ、はい、でもドローを打つときはこういう感じなの、はい、俺フェードがこれだと思ってこういう感じで打って、いつもね、はい、でも彼のドローはこうだったの、はい、この違いで、それを見て、あ、ドローって、あ、こうじゃないなと思ったの。ドローってこういう感じがするじゃん、します、違うんですよ、ドローってねこうなんです。フェードヒッターが打つドローはそうだったんですよ。それをね発見したんですよ前。ちょっとこれドローいきますよ。ドロー、これダウンブローに入ってこういうドローだね、はい、だから今みたいなのをまっちゃんに打ってほしいんだよね。いや僕だって打ちたいっすけど今みたいな感じでバシッといって、なんかあの潰れながらもボールを潰しながらもドローしてて、しかも今ここら辺で打ちましたね。いや、その前、あ、これですか。そうです、だからボールは潰すじゃないですか、はい、潰してスピンに増やすからフックなんだけど、はい、フェース返しちゃいけないんですよ。フェース返すフックは、僕はまだこうなってるんですね。そうそう、フェース返すフックは止まんないんですよ。今みたいな感じで打たないといけないです。返さないまんまそのままターンしていく。そうそうだね、うん、バーンって上から打って、そう、もっと上から来ていいよ。そう、それでドロー、素振りでターフはこれくらいですね。うん、ちょっとまだ煽ってるね。煽ってるから右から見ちゃうんですね。うん、そうだね、右引きすぎるね、うん、いやー、まあでもこれはいい。あー、でもまずこっからっすね、うん、まずこの、え、それでこれも僕、うん、ちょっと高く上がっちゃうじゃないですか。ああ、ちょっと低く打ってみるわ。マコさん、あ、高く出ちゃうのが、うん、まだ、うん、その低く打ってみよう。打ってよ。
それで入れ方考えてよ。今から考えるんですよ。逆ギレだ、逆ギレ。逆ギレの抹茶、逆襲じゃなくて。よくないですね。逆ギレ。逆襲じゃ、逆ギレ。低く。低くですね。うん。あ、こういうことですね。うん。ええやん。ええやん。あ。あ、今の感覚で。なるとこうなるんですね。いや、まあ練習しましょう。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。